我が家のカモミールです。つぼみがね、いっぱい出てきました。さつきちゃんが吠えてます。おはようございます。今日はね、朝の4時から家庭菜園してました。カモミールがね、かなり咲いてきたんで摘んできました。朝摘みのカモミール、朝摘みのこれはレモンバーム、ちょっとレモンの香りかな、もしないな。とりあえずもうハーブティーというよりはハーブ水を作ろうと思います。もうね、暑い日が続いてるんですよね。なんでね、めいちゃん、めいちゃんだね、めいちゃんだね。猫ってハーブ好きですよね。キャットニップルっていうハーブがありますよね。それを入れたおもちゃを持ってます。はい、どうぞ。ちょっとほんの少しだけハーブ、カモミールとレモンバーム入れて、お水入れて冷蔵庫に冷やしておきます。ハーブティーというよりもハーブ水ですね。よいしょ。コーヒーサーバーなんで蓋がないんで100均の蓋しておきます。このまま冷蔵庫で冷やしておきます。これはめいちゃんのおもちゃにします。やつ、何杯いきますか。昨日は暑い一日でした。今日はね、涼しいうちに散歩に出ました。まだ朝の5時ですが、いいお天気です。今日も暑くなりそう。なんかね、朝はね、肌寒いぐらいです。これがね、どん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 気温が上がっていって、日差しがきつくなってね、多分今日も35度は超えるかな。さつきも昨日暑かったな。さつきもめいちゃんもぺったんこになってましたね。私ももう昨日何もできませんでした。猛暑のおかげでタンポポが急に綿帽子になりましたね。あ、歩こうかな。じゃあ戻ります。
ご近所さんにまたまたわらびいただきました。ちょっと湯がいてあっさりとおひたしでいただきます。